フィギュア、トキオインカラミがスケート部を創設渡辺凛香、中井亜美らと所属契約。強力な援軍が加わった。化粧品製造販売、イフイングのブランド、トキオインカラミが8日、フィギュアスケート女子で、グランプリ、GP、シリーズ第2戦、スケートカナダ覇者の渡辺凛香、20、とジュニア男子の中田理史、14、同女子の中井亜美、14、と所属契約を締結したと発表した。同ブランドはスノーボードやアクションスポーツなど、数多くの選手を支援しており、北京五輪ハーフパイプ男子金メダルの平野歩夢、24、と弟の海舟、20、トランポリン世界女王の森ひかる、23、らが所属。北京五輪スピードスケート女子で金メダルを含む4つのメダルを手にした高木美帆、28イコール日体大職、のスポンサーも務めている。フィギュア関係者によると、今後はスケート部を創設して様々なサポートを施していく方針。ある関係者は、平野歩夢選手などもサポートしているし、他の競技の選手とお互いが切磋琢磨できたらいいと思う、と話しているだけに、さらなる活躍が期待される。トキオインカラミ、スケート部を設立渡辺凛香、中井亜美、中田理史の3選手が所属。化粧品製造販売、イフイングのブランド、トキオインカラミは8日、スケート部を設立した。フィギュアスケートの女子で22年 GP ファイナル4位の渡辺凛香、22年全日本選手権4位の中井亜美、男子でジュニア1年目の中田理史の3選手が所属となる。渡辺は今季 GP シリーズスケートカナダでデビュー戦 V を果たし、22年12月の GP ファイナルにも進出。23年は、2月の4大陸選手権、米コロラドスプリングス、3月の世界選手権、埼玉、にも出場する予定。中井は、ジュニアながら昨年末に行われた全日本のフリーで2本のトリプルアクセル、3回転半ジャンプを決め、堂々の4位入賞し、26年ミラノ五輪期待の一人。2月開幕の世界ジュニア、カルガリー、代表にも選出された。